滋賀の経済情報が集まり、発信する番組滋賀経済ナウ。今週のオブザーバーは。福井野兵商店福井武さんです。お願いします。こんばんは。よろしくお願いします。さあ。福井さん、今週は嬉しいニュースがあるんですよ。はい、なんですか。あのですね、この番組で7月に放送しました。本橋プロボクシングジムなんですけれども。<い>そちらのですね、本橋両太郎選手がプロ。 初勝利をあげたんですねビデオデータをですねいただいておりますご覧いただきましょう今日はありがとうございました今日皆さんのおかげで勝つことができましたえで、ー、これからも精進していきますのでどうか応援の方よろしくお願いしますいやーよかったですねプロ初戦での勝利、うん、いいスタートを切りましたね素晴らしいですね、はい、これからもぜひ 世界へ羽ばたいていただきたいですね素晴らしいですねそ,うなんですそして世界へ羽ばたくと言いますと、うん、一足先にですねこちら WBC 世界バンタム級チャンピオン小、うん、南市出身の山中信介選手、うん、ちょっと持っていただいて<っ>いいですかはい、はい、V 級達成いたしましたすごいですね素晴らしいですねこれはちょっとお祝いで乾杯しないといけないじゃないですかえ乾杯ですか あれこんなところに日本酒で乾杯しましょうよはい乾杯,乾杯はあ、いい香りですねこれ夏バージョンそうなんですよちょっと試験的にですね、はいえー、去年から作り始めたお酒ですけども,、はい、もその夏バージョンとしては初めてえわずかな量ですけどもところで日本酒と言いますと福井さん10月1日にこちら。 一万人で乾杯するイベントをするそうですね。はい、この平成二十七年十月一日、えー、時間も決まってます。夜の七時半この日にですね、えー、皆さんで同じお酒で同時刻に日本酒で乾杯しようと琵琶湖ホテルをメイン会場にしてですね、えー、その他県下一斉で約三百件の飲食店さんあの参加の飲食店さんは、はい、滋賀県酒造組合のホームページの方をご覧いただきますと。 載っておりますので是非、はい、そのお店に行っていただいて、えー、みんなでですね1万人のその1人になっていただきたいなと思います面白いですねあのー、おそらく日本で初めての試みだと思いますけれどもそれぞれの33蔵からですね自慢のお酒を持ち寄ってそれを今ちょうどこう調合作業をしてるところですねは <laughs> 倉元この時9社ですか蔵、はいえー、元も共同で来てですね、はいえー、共に瓶詰め作業した面白いですねどんな味になるんでしょうねこれですねあの<っ>多分皆さんの地元にも地酒ありますしお好きな銘柄あると思うんですけどもこの時だけはですねこの33社が一つになって作ったお酒これはもう33社でないと多分作れない、うん 一社では作れないお酒になってますので、味はちょっと秘密ということですけども、そして10月11日にはですね、はい、これはもう恒例になりました、滋賀地酒の採点も行えるんです、ね。そうなんです。はいえー、これあの第9回目ということになりますけども、えー、場所はオースプリンス、300種類ぐらいのお酒が飲めるような状態になるんじゃないかなと思います。すごい楽しみですね。はい。はい、ぜひお越しになってください。はい、まあ日本酒もですね、伝統ですけども、はい、今回の特集も。 伝統産業取り上げます。はい、ここから特集です。和ろうそくの代用なんですね。はい、実は私、貴重な体験をさせていただきました。まずはこちらからご覧いただきましょう。赤嶋市今津町の代用ハズの実を原料とする昔ながらの和ろうそくを手掛けている ゼのろうそくの明かりを眺めてますと、燃え方も非常に綺麗だし、えー、ゆったりぼんやり燃えるし、あの癒しの風呂にはも最適だと思いますまあ、ろうにおいては、やっぱりワろうそくでほんまに色は何かというところになってくると、まあ、僕は派手がやっぱり一番と思いますね作業に当たるのは、4代目で社長の聡さん35歳、そして3代目で会長の秋弘さん63歳。 日本ででこのの技がきるは人ほどしかいうい。ちょっと私もやらせていただいていいですかねえいできるかないやさっきはずっと見てましてなんとなくこうできそうな気がしてきたなんか真剣に見てるな思って見てたんやけどそういう腹があったんやねんそしたらあのこれ指つはます。いは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  まああとりあえずそれたらつけてみようか手をここにえっ<で> <laughs> 手袋してますよ、ね、手袋暑いですよこれ暑くないってぬ,ぬるま湯ぐらいやから大丈夫つけてみてみつけるんですかこれつけるつけるくないやろい結構暑いですよこれそしたらあの十分僕がしてたのを見てたんだからはい <laughs> ちょっとやってみようかはいあのイメージトレーニングはバッチリです、ね、そうですよそのここの馬っていうんだけどポンポンと揃えて一番なるべく下を持って そうもっともとと極力下を持ってポン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 と簡単に揃えてでここにこう置くそう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 でこちらの手のひらに置けばいいからねはいあのね指で回すんじゃなく手のひらで回すんよそしたらね一回ねあの、ロをつけてこうこれにロをつけてくださいもうちょっとこれ前の方がいいかないやもうそのすぐってない,いすぐってそのままかあつけたらいい すぐに固まってまうから早く回し回して<っ>くるくる回しながらえ<っ>こうこうこう,こうそ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 るそるそう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 そらそうそういうそ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 うこうそうそういうそうそみそこうそそう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 ううううう そそそうそうそう、でもっとガーッと、まあ、こんなもんやろうなやっぱり <laughs> うわ見た目以上にちょっと難しいですねこれは <laughs> 8本ぐらいでいこうかなんで固まるんですかこれ246はいや8本8本あちょっと楽ですね8本は、ね、それは進めは楽やろだ,だいぶ楽ですね11本ちょっと見て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  <laughs> 大変もっとすくわながらもっとロ,ローブをガバガバすくわんとそう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  あの洗面器のようにしてね、お茶碗みたいにこれこう揃えながら揃えながら難しいだろうけど難しいこれは難しいああよかったわでも難しいことしてるんやなというのがわかってもらっていやーこれ見た目はできそうやったんですよしかしやってみるとできませんねこれはご苦労さんでしたああありがとうございますたわりましょうはい。 四代目の佐藤さんも父親に教えてもらっていない見学料って言われましたね <laughs> 見てたら見学料って請求されましたね <laughs> アホなとか言いながらあのーま、ずっと見ていました息子さんにも今みたいにこうやって教えてた、はい、いや教えてません見,見とけと、はい、自分が苦しんだら質問するでしょその方が早いね 自分が困ってないことは聞いても身に入らへんと思うただ今みたいにこういうとも作ってみてまあ34本くれるわけよ、うん、なかなかそれできんそれの繰り返しでやっぱし年過ぎるんやねやっぱりそうですかほ、うん、なかこれまあまあ納得いくものができるっていうのは無料で 10, 10年に変わるで。今はね、はい、あの一番作りやすい時期なんよこの,この時期は。 ちょっと涼しくなってきたらこの時期が一番作りやすい時期やけども、うん、これが真夏とか真冬とかになってきたらもう大変よもう冬やったらすぐ固まるでしょろうがそうですねもうドカーやらないとうーでかといって今度はもうほっとくと冷えすぎてろがパリパリになるんやもうそういうね非常にビベントがあってね、うん、そのことを全部身に入れるっちゅうのはやっぱりもう10年ぐらいかかるわ10年、うんまあ、かかる出てかかるまあそれはその間にねおじいさんご手直りしながらこう 僕の作ったものも,ものにするようにこう努力してくれるから損にはならへんねんけどそ,そんなもんですよ食仕事っていうのはそんな簡単にできないですねそうですねはいとおっしゃってたんですけどその息子さんにもその教え込まないで見とけとわ、うん、からんところを質問した方が早く飲み込めるとおっしゃってましたけど、うん、これ日本酒作りにも共通するとこいありますか、うんうん、そうですね多分ものづくり一般なんでしょうけどわからないことを正確にこう聞けるようになる、うん まあそれで一つこうステップ上がってるってことなんですかねさあではこちらをご覧いただきましょうか4代目の聡さ,さんは35歳あの線香などを製造販売する京都の会社で3年働いた後帰ってきたんですねでも実はですね継ぐつもりはなかったそうですあの最初はねすごい汚い。 汚いと言ったらまた語弊があるんですけどもう泥臭い仕事なんで、まあ、続きはなかったんですけどね僕はあれですよ子供にそに継げて言うこと一回も言ったことないんですけどいけると思ったらそぐいこ言うやろしだめやと思ったら継がんって言うんやからもう、まあ、単純に言ったらもうそういうふうに考えてるんですけれどもところが大学の時にあの、まあ、それは牛乳だったんですけどね牛乳をあのほんまに栄養があって。 それを消費者にそのまま届けたいという生産者の方と話をしたことを、あのー、親父に話したら親父が「うちもやってる」というような感じのことで教えてくれたのがきっかけですよねそこでね初めてねそのうちの仕事っていうのが、あのー、かっこいいもんなんやなっていうことを感じてで,ですね こここにもかっいいい人いるわみたいな感じで <laughs> 思ったのが、僕が帰ってきて、あの継ぐっていうふうに言った時は、喜んでくれましたけどね、あのやっぱり、ついいて欲しかったみたみですけどね <laughs> そんなに嬉しくもなかったんですけども、まあ、自分で決めたことやから、ややるんならやれと2011年6月、藤さんは31歳の若さで社長に就任。 ぐことのの重みが肩にのしかかるあの会社のあの人とかお金とか物を動かすのにあの躊躇してしまうようになってしまってますね今は今までほら何ていうか勢いでイケイケどんどんであの後ろに親方がいてくれるからね自分のやりたいように動いてやってきてたけどもそのそれが 亡くなって自分の後ろが崖になったときに、あのー、ちょっといますよね父、昭弘さんは対照的な言葉を投げた気が楽ですわ、だから、一月経ちましたけど、微妙に、すべて触れますから、お前がやったらええん、お前がやったらええん、自分で考えたらええん、この通帳とこの通帳はお前に渡すとこっちも元気なうちに引いとかないと、あの残った人生、炎上できませんや でも同じ年、嬉しい知らせが届く。米ぬかから採取した老100%のお米のろうそくが2011年度グッドデザイン賞グッドデザイン中小企業庁長官賞を受賞したのだ僕が社長になって、えっと、その年のにあのグッドデザイン賞のお米のろうそくが受賞したんですよ。 だから余計なんですけどお米のろうそくに対してはすごく僕も思い出が強い商品だしこの年のグッドデザイン賞のテーマは「適性」「お米のろうそくがあれグッドデザイン賞を取った時っていうのはあのグッドデザイン賞のーテーマっていうのが適性っていうのがテーマだったんです」2011年,2011年の,あの震災で そのデザインっていうものがすごくそのデザインの価値判断がすごい揺れて何がいいデザインなんやろうかっていうことがすごく問われたグッドデザイン賞だったんですねでその中では米のろうそくがああやって選ばれたその背景に何があったかっていうとその火っていうものとその人の結ぶ関連性のことであったりとか持続可能な素材を使っているっていうことだったり,だったりとか。あのー こういうことがこれからの社会をこう構成していく上で僕たちが大事にしなきゃいけないデザインのあり方とかアイテムだよねっていうことをその評価していただいたっていうことがなんか僕の指針になってだけどこれやってきたことってそこで整理されてたことって僕らずっとやってきてたことなんですよ実は整理されてなかったけどだからそれが本当に背骨になってる 創業100年にあたる2014年4代目は新しいことにチャレンジする1つ目は店の改装もう一つは新しいブランド「人々を立ち上げたことレストランのテーブルの明かりにティーライトキャンドルを提案した2015年8月には世界にまだ知られていない優れた地方産品「ザワンダーファイブハンド5 0 0にも選ばれた。 あのもう日を使です。で、夜ろうそくでも和ろうそくでもろう、あのー、そくをつけるっていう行為がまずないのでそういうところをやっていきたいなっていうのはあるんですけどでも使ってもらったらその和ろうそくの良さっていうのは分かるので、あのー、特にその和ろうそくってこんない,いんですって。 っていうことを伝えるよりも、先にその日と人の付き合い方っていうことをみんなで考えようぜっていうの方があの今やらなきゃいけないことじゃないかなっていうことを考えてました。宗教界全体が社用産業になった中で、その広げようと発信してきた父親にどう思われているのかはわからない。でも父親の言葉がきっかけで大を継ぎ父親の背中を見て成長してきた。 でうちらもう僕は手で作るその本当に手で作るろうそくっていうのとあとパートの人が来てもらって型に入れるろうそくというのともうはっきり分けてですねあのこれは本来の材料のちゃんとした手作りのもんやという部分とこれは型に入れた成形のもんやという部分と分けて作ってますから実際ご飯食べるっていうのはやっぱり肩に入れた成形の部分ですよ今やとその職人はいい職人になければならないしそれとともにいいビジネスマンでないと。 自分の,あのお腹を肥やすことはできませんね父はやっぱりね中高の層ですよそのもう水飲み爆笑みたいなろうそく屋やったのがあのちゃんと商売っていう形になるまでその基盤を整えたのは父だしその中でじゃあ僕がその家業を継いであの何をしなきゃいけないか。 っていうことはこのワロウソクがどう社会に貢献できるかっていうことしかないかなっていう。二千十五年九月、父昭一さんは六十三歳、息子のサトシさんは三十五歳。ちょっと頑固な親子の二人三脚は続く。藤田修二くんとやってあります。あもう鬱陶しいぐらいされてます。うちの息子はあのまだ親の言うこと聞いてくれへんから、言うでユダで聞いてくれ聞いてくれへん、なことないん。 もちろんです、はい、もうほんまにあ,のありがとうございますって感じですねこの仕事をずっと残してもらってありがとうございますっていう感じですお父さんに言いたいことってないですかそうですねおやに言いたいこと 黙って見とけ嘘嘘嘘嘘嘘。嘘嘘嘘嘘嘘。嘘です。あの一緒にお願いしますって感じです。随分姿も明かりも違いますね。<laughs> こちらがですね、私が作った方でございまして、<laughs> はい。もう見た目からして全然違います、ね。これは。はい、ちょっとお金がいただけるかどうか。ういや無理ですよね。ぱっと見た目。 アスパラかゴボみたいな感じ。<laughs> <laughs> 綺麗ですよね。きれですね。美しいですね。花、はい、も美しいですよね。うんうん、福井さんの代々継ぐ気持ちというのは相いつずとかあるんだなと思います,、うん、すね、まあ。プレッシャーっていうのはあの当然私も若い頃ありましたけどもあのプレッシャーはまああって当然のことです。うん、でただあのそれをですね一歩一歩その毎日努力をし精進をしていけばそれは必ず 後に続いていくことに僕はつながるんだと思います。うん、で、それをこうあの目の前のことを一個一個こう取り組んで、えー、真剣に取り組んでいる中でこう気づいたらちゃんと前に進んでいると、多分そういうことじゃないかなと思いますね。ということは今のところこの四代目頑張っていると。あ、もうすごく頑張っていると思います。はい、期待したいですね。はい。はい、以上特集でした。ここで一旦コマーシャルです。 滋賀経済団、今週のオブザーバーは福井弥平商店の福井武さんです。福井さん。はい。八幡口って、聞いたことありますか。か八幡口ですか。初めて、お聞きしますね。そうですか。あの明治から昭和の中頃まで、近江八幡市内で至る所で。作られていたそうなんですけれども、うん、あの大量生産の波に押されてですね。今は一つのメーカーしか、作っていないんですね。うん、で、これをですね、最高をかけまして。 新たな商品が開発されたんです近江八幡市内でただ一つ八幡靴を作り続けているこちらのお店が新しく商品化しようとしているのがこちらの靴です非常に高級感がありますが実はこの靴近江牛の革でできているんです食肉として全国ブランドの近江牛その革を使った靴が近江八幡市のメーカー リバーフィールドから発売されます。工房では熟練の職人によって一つ一つ靴が作られていました。近江牛の表側をなんで靴の材料として使わないのか使えないのかっていう疑問がずっとあったんですよ。調べていくと、なかなか材料が回ってこないっていう現実もありましたけど、この際私がちょっとね。チャレンジしてみようかと思う。 県の助成金を受けて施策を重ね、10月から受注を始めます。第1号のモニターには三日月知事が選ばれました。大見牛の皮は外国産に比べて脂が多く、一般的に加工には不向きともされますが、八幡靴独特の縫い合わせの技で、軽くてしなやかな履き心地の靴を実現しました。今後は、 革の安定調達や品質向上を進め、まずは年間40足を目標に製作します。地場産業でありながら、八幡靴って知らない人が多いんで、大江牛の革を使った手作り八幡靴、しかもオーダーで、しかもリーズナブルな価格で提供できるっていうところから、そのね、知名度アップしてもらえたら、いいいことないとな思います伝統の技に革新の足音。 大見牛の靴が八幡靴最高の一歩を踏み出しますここでで経済イベント情報です今回で18回目を迎える琵琶湖環境ビジネスメッセが10月21日から3日間の日程で滋賀県立長浜ドームで開かれます今回は300の企業や団体が出展するほか 17ののセミナーーと23のプレゼンンテーションが行われますこのうち10月21日にはアジアにおける水環境ビジネスの展望と題したセミナーが長浜バイオ大学で開かれますセミナーではアジアでの事業展開の報告やベトナムホーチミン市の産業政策の紹介などが行われますなお定員は100人です また10月22日には ASEAN の経済統合と今後の可能性と題したセミナーが長浜バイオ大学で開かれますこのセミナーは滋賀銀行が主催するものですセミナーでは日本初のイスラム法シャリア的確ファンドで中堅・中小企業のイスラム市場進出を支援するインスパイアの高槻亮介社長が講演します これからですね彦根の商店街の取り組みをちょっとご覧いただきます、うん、はい、はい、こちらでございます彦根市の花勝負通り商店街です彦根町の駅戦国丸というお店が2008年にオープンしたんですね、うんはい、で中に入りますと戦国グッズがもうどっさりと並べられていましてねおよそ1000店の商品が販売されております県外からの女性の方が多いそうですよ、ねね、お客さんね 漫画とかゲームとかの影響で、まあ、それをきっかけに歴史を知ってあのいろいろとその石田三成のこととかをその好きになったっていう方が多いので,で、まあ、そういった方たちに向けての、まあ、いろいろなものをあのお出ししてます。ここの商店街がですね、まあ、古い古民家などをその改築して観光に役立てていこうというような取り組みをしておりまして、まあ、その一環で改装されたお店になります。 実はこのお店空き家を利用しているんですが以前は別の商売をされていたんですね何か分かりますか船橋さんこれそね実は銭湯なんですねは湯船として使われていたんですね今は蓋されておりまして、えー、上でイベントとかトークショーなどが行われているそうですそして頑張っているといえば楽しみですよね 10月1日に1万人で乾杯するイベントさらには10月11日に恒例の滋賀地酒の祭典ありますけどますます盛り上がっていきたいところですはいお待ちしておりますあの福井さんこちらに三角スケールがあるんですけどご存知ですかいや見たことないですよねこれははいレーザーメモリの三角スケールを製造販売している会社なんですけども初めて見ましてどうですか印象は なんでしょうでもなんかこう美しいですねですよね、えー、あの製図をはじめ医療用や鉄道模型用もあるんですけどもこちらなんかはですねシャープペンシルを内蔵しているものもあるんですねさあ来週はワークス松下ご紹介いたします福井さんどうもありがとうございましたありがとうございました滋賀経済ナウ次回もどうぞお楽しみに